先週金曜日、感染症の流行などの緊急時に新たに開発されたワクチンや薬などの速やかな実用化を目指す改正医薬品医療機器法が参議院本会議で全会一致で可決・成立しました。改正法には臨床試験の最終結果が出る前でも有効性があると推定されれば承認できる緊急承認制度を設けることが新たに盛り込まれました。この制度は新型コロナワクチンの実用化が欧米よりも遅れた反省を踏まえたものとなっています。日本で遅れるワクチンの開発、先週知事の定例会見では都の医学研で長年この天然痘の株を活用したワクチンの開発ということで、これまでも研究が続けられてきました。感染症対策という点で、先方のクウェート側も大変関心を示しておられるということで、直接お話、また意見交換に行くということであります。国産ワクチンの開発は東京都も進めていて、この度延期となった小池知事のクウェート訪問では開発の協力を求める考えでした。都のワクチン開発を行う東京都医学総合研究所はこれまでに動物を使った実験で効果を確認していて、1回の接種で長期にわたって効果が持続することが期待されるということです。ただ人への治験の時期は決まっておらず、早期の実用化を目指しています。ではまず先週参議院で可決され改正法に盛り込まれたワクチンの緊急承認制度のポイントを改めて見ていきます。伊藤さん、はい、まずこの制度は感染症の流行そしてテロなどの緊急時のみに適用されるもので、新開発のワクチンや治療薬の有効性が期待できる場合、臨床試験の結果が出る前でも承認されます。ただ承認には他の代替手段がないことが条件となっています。また安全性の確認は従来通りで、2年以内に有効性を確認できなければ承認の取り消しも行うということです。はい、まずこの緊急承認制度によってこのワクチン開発さらなるスピード感が生まれることに期待したいですが、鈴木さん、こう懸念点も含めてどういうふうに思われますか。安全性ですよね、一番気になるのはね。でだからそこは安全性が従来通りというふうになってるんだけれども、いやそしたらあんまりこうそんなにこれスピード感を持ってやれるのかなっていうところですね。だから私はやっぱりこれ少し早めるというのは僕はいいことだと思う、この教訓としてね。だけれどももうちょっとね、積極的に何か取っ払うような感じで進めてもよかったのかなという僕は気がしています。はい、そうした中で国産ワクチンの開発にも動きがありました。こちらです。製薬大手の塩野義製薬は今日12歳から19歳を対象とした臨床試験を開始しました。これは低年齢層への感染拡大に対応するためで、早ければ来月にも厚生労働省に承認申請を行うということです。またこの海外産のワクチンと比べますと1年以上の遅れをもって国産ワクチンが誕生することになりそうです。そしてこの国産ワクチンについては東京都も開発を行っているんです。こちら都の医学総合研究所では2020年度から新型コロナワクチンの開発を開始し、現在は動物を使った臨床試験で効果を確認したということです。このワクチンの特徴、接種1回で長期にわたり効果が持続することが期待されていて、小池知事はこの度延期となったクウェート訪問でもこのワクチンの開発協力を進める考えを示しています。世界とは開発のスピードという点で遅れを取っている国産のワクチンなんですが、鈴木さんは国産ワクチンについてはどうお考えですか。はい、これはもうやっぱりどんどん進めるべきですよね。で結局このワクチンの問題って根本的には日本ではそのいわゆるワクチンに対するその国民のその警戒心とか忌避感ね、いろいろあったじゃないですか、副作用とかいろいろ。だから国民がこう非常に警戒してた。でそれに対して厚労省や政府が
まあ、ほったらかしてたっちゃちょっと言い過ぎかもしれないけど前へ進めなかったんですね。だから今回のこのコロナがあってそこでバタバタっと慌ててる。だから普段からワクチンをどうするかっていうところを何もやってなかったに等しい。だから今回これをきっかけにしてやっぱりやるべきだし、安心できるのはやっぱり国産のものだという。でこれ熊本なんかでもあの小池さんと同じようにあの地域でワクチンをってことを一生懸命やってますけどね。でね、このワクチン開発とか薬品開発の補助も少ないんですよ日本は。だこういうこともひっくるめてやっぱりやってほしいなっていうふうに私は思いますね、はい。まずは来月初の国産ワクチン誕生に期待しましょう。